大根、このカブの6人分ずつ、これ全部ですか、いけない、違いますよね、これと勢いが良くて、この包丁の角ですね、そこを使って、はい、でこんな感じの方がいいかもしれない、はい、どうでしょう、さっとですね、はい、このぐらい入れて、ね、戻しておきます。でもこのぐらい沸騰したら、あと火を止めておきます。じゃあこのままずっと浮き豆と油で、はい、油揚げを入れます、はい、柔らかくなるまで煮ておくださいに、お出汁でこと溶かすわけ、うん、こっち側のこれが酒粕ですね、こっちが酒粕です、はい、こっちお味噌です、お味噌は何を使ってますか、はい、お一人分だからね、こんなもんで